こんにちは、ダイスです。今回は11月21日から配布になった色違いの無限ダイナを受け取れるシリアルコードを入力して、実際に色違いの無限ダイナの受け取りをしていきたいと思います。シリアルコードの入手方法に関しては以前こちらの動画でお話ししていますので、気になる方はそちらをチェックしていただけると嬉しいです。それでは早速入力して受け取りましょう。受け取り方はシリアルコードなので不思議な贈り物で、シリアルコード合言葉で受け取るを選択。ここでシリアルコードを入力していきます。入力する際にはインターネットの接続が必要になりますので、普段切ってる方はスイッチ本体から設定でインターネットつながるようにしてからにしましょう。シリアルコードの有効期限に関しては2022年11月24日木曜日までなので、約1ヶ月間あるという感じです。あとは10回以上間違ってしまうと6時間以上入力ができなくなるので注意が必要です。では入れてきます。うわー、受け取れてる。めっちゃ待ってたので嬉しいです。色違いの無限ダイナー、やっと日本でも配布開始しましたね。アメリカが一番今回早かったんだっけな。はい、届きました。私の場合ソードとシールドどちらでも受け取れれるので、あのスイッチの、ね、本体を持ってお店に行くんですけど、ソードとシールドで2枚くださいっていう風にお伝えしたら、はい、大丈夫でした。では個体値確認しましょう。今回の配布レベル100の色違いの無限ダイナです。HP 等はみんな一緒で421が初期値なんじゃないかなと思います。プレシャスボール入り無限ダイナレベル100、 ID のナンバーが221118になっているのは、今回の配布がスカーレットバイオレットの発売記念ということなので、スカーレットバイオレットの発売日になっているという感じです。このあたりも ID が特別感があるのでね、嬉しいですよね。親はガラルです。これはガラル地方だからという感じかなと思います。色違いの無限ダイナが覚えてる技に関してもこの後見ていきたいと思いますが、通常のね無限ダイナとも比べてみたいと思います。特性はプレッシャー、プレッシャーを与えて相手の使う技の PP を多く減らす特性です。これは通常1種類の特性じゃなかったかな。プレッシャーの無限ダイナをストーリー中も私ゲットした気がします。そして持ち技です。あー、無限大ビームやっぱり入ってましたね。無限大ビームは本来の姿となった無限ダイナが最大の攻撃ができる技になってます。次のターン動けなくなっちゃうけど、かなり面白い技なのでこれもね後で使ってみます。そしてダイマックス法、コアからビームを放って攻撃、相手がダイマックスしているとダメージ2倍になるのでレイドバトルとかでよく使ってますね。あとはヘドロ爆弾と、そして火炎放射入ってる技私と一緒かもしれない、あれそして臆病な性格です。これはみんな一緒じゃないかな。多分素敵な場所でレベル100の時に運命的な出会いを果たしたようだになっています。ちょっぴりミリッパリって書いてあるこの一番下の部分はみんな違うような気がしますね。続いて持ってるリボンです。こちらはクラシックリボン、ポケモンが大好きなことを証明する記念のリボンで、つけると2つ名がポケモン好きの無限ダイナになります。このあたりは先月配布になっていたサトシのポケモンも同じリボンつけてましたよね。今回配布の無限ダイナの個体値は 6V です。全てが最高になってる個体です。まあ、特別感あっていいですよね。ちなみにストーリーでゲットできる無限ダイナは 4V が基本だった気がします。 5V 個体持ってる方がいるかはちょっとわからないんですけど、私は 4V でしたね。一応こっちも確認してみましょう。はい、持ち物は後で持てばいいし、特性のプレッシャーはやっぱり同じですね。で、持ち技もレベル100で確か無限大ビームを覚えた気がします。はい、こんな感じです。ちなみに、マスタータワーリボンとか、あとはガラルチャンピオンのリボンに関してはもう一回やればいいので、今回配布の色違い無限ダイナにも後でつけられる感じですよね。これなんかつけてってもいいかな。いっぱいついてるとね嬉しくなっちゃうので、なんとなくですがつけに行ってもいいかもしれない。そしてせっかくだからキャンプ
やりましょう。こうやって見るとね、色の違いかなり分かりやすいですよね。右側が今回配布の色違いの無限ダイナー、左側が通常の無限ダイナーです。これは青色っぽいところの色が違うだけなのかな。ぽいですよね。ちょっと薄くなってる色がついてるこの赤い部分は一緒の色な気がする。うん、コアの色も多分一緒ですね。でも紫色っぽいから、もしかしたら技かけた時にあんまりはっきりしないのかな。無限大ミームをね使ってみたいので、このあと野生のポケモンとバトル行ってみたいと思います。釣り歩きも後でしたいな一番近いので今回はね7番道路に来ました。ではせっかくなんで技使ってみましょう。無限大ミームとダイマックス砲がちょっと気になるのでやってみましょう。本来の姿になるっていう技が無限大ビームなんですけど、色違いのままで、ね、出るはずだからカラー的にはあれなのかな、パキッとしてないっていう感覚なのかな。やってみましょう。無限大ビーム、あ、不意打ちごめん、あ、飛んでく姿もやっぱ違いますね。で空の色は一緒かな多分。あとでね通常の色の子もやってみましょう。個体部分だけ色が変わってて空は色は一緒だと思うんだけど、同じようなね紫色なので多分分かりやすいのは通常色の子ですね。無限大ビーム、でも最初に出ちゃうからちょっと入れ替えして当たりに行きましょう。さあ次、あフックスライが出てる。普段の子はやっぱり見慣れてますね。あれでも色違いの子の方が背骨のところの周りにちょっとね丸い印が入ってるんですけど、無限ダイナって骨のなんか関節みたいな、そこが分かりやすいかも。はい、空の色は変わってないけどこっちの方がやっぱりパキッとして色が分かりやすいかもしれないエイドバトルでも使っていきたいですよね。せっかくのね色違い個体なので活躍させたいなと思っちゃいます。ではもう一回変えてその関節のところ見てみましょう。多分色違いの方が背骨の丸関節がわかると思います。背骨のね脇側にこう丸いところがね、あ、これやっぱこっちの方が分かりやすいですね。見た目骨ですからね無限ダイナって。ここちゃんと丸が分かるようになってるの嬉しいな。次ダイマックス砲、ほら横側がねすごい分かりやすいですね。ダイマックス砲打つとこんな感じです。もともとそのちょっとポコってへこんでるところがあるポケモンなんですが、色違いの子だとそんなにねはっきりしてなかったんですよね。これは嬉しいな。では連れ歩きしたいので少し移動します。今日晴れてるところがあるといいんですが、ありました、一礼の原に移動して確認しましょう。バトルに出してる無限ダイナはちょっとちっちゃめになるので、こっちの方が一応ね本来の大きさはもっとでっかいんですけど、はい、分かりやすくなってる。ゆっくりですね追いかけてくるのがねかなりゆっくりなポケモンなんですけど、
いや、これ連れ歩き嬉しいな。はい呼んだりするとポケモンがこう吠えたりとかね、動きを見せてくれるんですけど、無限大のはこの種類です。すごい、かなり昔にやったから久々に連れ歩きで出しました。はい、ということで今回は色違いの無限ダイナ配布になったということで、実際にお店にもらいに行って受け取ってみました。これから行くという方はぜひ早めに受け取るようにしましょう。土日ね挟んで来週だとなくなっちゃう可能性もあるので、先にね行きたいお店に お電話して残ってますかって聞いてからの方がいいかもしれません。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!